の2人の注目のロックユニットグレム・スパンキーリアル鬼ごっこ、その注目の2人組に亀田さんがこの後ビハインドメロディ FM 亀田で迫ります。一体どんな感じになるのか、それでは私は10分後に戻ってきます。亀田さんお願いします。こんにちは、亀田誠二です。ビハインドザメロディー FM 亀田、この番組は人々に愛される曲メロディーの裏には一体どんなストーリーがあるのか、そしてその曲が愛されているのには一体どんな秘密があるのか、毎日レコーディングやライブで音楽に接している僕亀田誠二が解き明かそう、そんな番組です。さあ今日はこの番組素敵なゲストをお迎えしました。新世代ロックユニットと言ってもいいんじゃないでしょうか。グリムスパンキーの松尾レミさんと亀本博樹さんです。よろしくお願いします。お願いします。まずは簡単にグリムスパンキーの紹介をしますね。はい、お願いします。長野県の同じ高校に通っていた2人が出会い、はい、2007年に結成、はい、合ってる、はい、合ってます。2009年閃光ライオットのファイナリストに選ばれる、はい、そして2013年12月初の全国流通版ミュージックフリークをリリース、はい、そして2014年6月にミニアルバム焦燥でメジャーデビュー、はい、もう今後のね日本の音楽シーンでブレイク間違いなしで僕も太鼓判を押している、アーティストです。ありがとうございます、はい。実は僕はみんなが、はい、ね、デビューする前からよく知っていて、そうですね、実はね僕のウェブにね、はい、あのデモテープを送って応募してたんだよね。はい、はい、そうなんです。ちなみにね2人がねその聞いてきた音楽のルーツっていうのをね、うん、軽く聞いてみたいんだけど、はい、ちなみにレミちゃんは、はい、実家お家に、はい、そうですね、5000枚以上のアナログレコードがあるという噂を聞きました。多分全て含めて多分そんぐらいは普通にあるんじゃないかっていう。それはご両親の影響？あ、そうですね、父親がもうマニアで、お父さんは、はい、その60年代70年代の音楽を聴いていた。そうですね、60年代からもそうだし現代のもそうだし、本当に国も年代も問わずにいろんな音楽が流れてました。これはあのカメちゃんって呼んでるんですけど、今日カメちゃんが2人で、はい、ややこしいね、親亀子亀って、ね、はい、唯一あのこの番組に来たカメちゃんってこう呼べる、あれだよ、今日カメちゃんカメちゃんって呼んでみて、呼んでみてごらん。そんなことないですよ。呼んだことないか今まで、はい、カメラさんって言った、うん、ちょっと一回やだよ。カメちゃん、カメちゃん、よっしゃ何やってんの俺たちは。なんだっけ、ね、かわいい。曲作りとかをするときにさ、はい、やっぱりこういうその60年代70年代はい、の香りのするサウンドにこう仕上げていきたいとか、はい、もともとも曲自体がそういうモチーフのものにしようとして作ってるんですか？うん、はいはい、もう何にも考えずに自分がかっこいいと思う曲を書いてアレンジしていたらそうなったっていう感じですか？うん、そう、なんか最初は音作りとかの段階ではやっぱの好きになってきたタイミングとかあるじゃないですか、うん、そういうのが、うんうん、その60年代とかのロックとかが、うん、それはいくつぐらい、いくつぐらいと言ったんですか？僕は19と20歳ぐらいだったんです。それはもう2000何年代ってことでしょ？そうです、そうです。普通自然にやってたけどなんかちょっと違うんだってことに気づいて、うん、あれ自分たちちょっと周りと違うぞと、はい、それなんかいいところって取られることもできるようになったし、うん、逆にそこに取られなくてもいいなっていう考え方もできるようになってきたなって感じ。でもね本当に君たちにはそのサウンドのカラー、ちょっと曲のカラー、はいはい、そしてボーカルのカラーっていうのが本当に明確にあって、はい、だから僕は自分のそのウェブのから君たちのことを選んだし、一緒にねライブをやったし、はい、ありがとうございます。じゃあさ、ここでさ、はい、そんなちょっと君たちのそのルーツが、うん、グリムスパンキーのルーツが、はい、伝わるような曲を一回ここでカバーしてくれる、はい、っていうか、はい、僕と一緒にセッションしてみない？カメちゃん、カメちゃん、私も言っていいですか？カメちゃん、おっしゃということで、今日僕ベース持ってきたんで、はい、みんなはギターとギターで、はい、私もアコースティックギター持ってきてます。よし、やるか、はい、何やる、何やる？ジャニス・ジョプリンのムーブ・オーバー一緒にやりませんか？やらせていただきます。よろしくお願いします。はい、俺も大好きな曲だから。よし、ちょっと燃えるね。はい、燃えますね。じゃあ行くかな、チューニングして、よし。
行くか。はい。はい。You say that it's over, baby. You say that it's over now. But do you hang around and come on? Won't you move over? You know that I need a man. You know that I need a man. But when I ask you to, you just tell me that maybe you can. Please don't you do it to me, babe. Please don't you do it to me, babe. You just take this love I offer and won't let me be. I ain't kind of ready for walking. No, no, no. I ain't kind of ready for walking. But so what gonna do with your life? Life ocean dangling. Yeah. やっぱりセッションいいね。いいですね。楽しかった。僕らはね、あの一緒にスタジオでもレコーディングとかして、はい、何回もこう音は出し合ってる中なんだけど、ね、このちょっと東京タワーが見えるこの場所で、はい、こうやってがっつりやるのも気持ちよろしいな。気持ちいいですね。これすごい本当楽しかったです。でもきっとね、多分僕今一緒にやっててもその、はい、魂っていう意味でこう、はい、ジャニスとかその60年代、はい、70年代からこう。うんうん、引き継がれているものをなんか、はい、本当に君たちの音楽の中に、はい、ギタープレイにも感じる、うん、本当に貴重な経験になった。嬉しかったです。ありがとうございます、はい、そして、今日7月1日、はい、クリームスパンキーは何があったんだっけ。なんとなんとニューシングルが発売されます。はい、クリームスパンキーはニューシングルリアル鬼ごっこをリリースしました。はい、イエーイ、ありがとうございます。この曲はその志音監督、はい、トリンドル玲奈さん、はい、あとは篠田麻里子さん、はい、真野恵里奈さん主演の映画リアル鬼ごっこのイメージソング。はい、そうだそうだ、言い忘れてたけど、はい、このリアル鬼ごっこは僕と、はい、僕と一緒に作ったんですね。そうなんです。はい、そうだそうだ、言い忘れてたけど、このリアル鬼ごっこは僕と、はい、僕と一緒に作ったんですね。そうなんです。はい、亀田さんプロデュースでベースも亀田さんです。出ます。はいはい、はい、
さらに7月22日にニューアルバムのリリース。はい。これどんなアルバムなんですか？これタイトルがサンライズジャーニーっていうアルバムなんですけれど、まあこれからグリムスパンキーの旅が始まる、メジャーデビューして今、徐々にこうスタートを切っているわけなんですけれど、まあここからいろんな辛いこともあるし、いろんなデコボコ道だったり坂道だったりいろいろあると思うんですけれども、そういう道も乗り越えていこうぜっていうこれからの始まりの曲たちがギュッと詰まった野望だらけの一枚となっております。野望だらけの、はい、野望しかないです。素晴らしい、はい、でも本当にそういうところが君たちのやっぱり先輩たちから引き継いでるこう、はい、ロックンロールというか魂の部分だね。そうですね、ソウルだね、本当にね、はい、かっこいいと思います、ありがとうございます。はい、そろそろお時間が来てしまいました、はい、ビハインドザメロディ FM カメラ、今日はゲストにグリムスパンキーの松尾レミさんと亀本ひろきさんをお迎えしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。カメラさん、そしてグリムスパンキーのお二人ありがとうございました。スタジオセッションのムーブオーはめっちゃかっこよかったですね。またぜひ生歌聞いてみたいです。